こんにちは、四国メタンです。こんにちは、また通学路ズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。春日、6年生3人引くすやすや。5日昼、春日市岡本にて下校中の小学6年生3人がライトバンに引かれました。近くにいた人が下敷きになっているかもしれないと通報。3人とも意識はありましたが、1人骨折。運転手の30代を現行犯逮捕しました。小学生が下敷きで生きてるのは奇跡に近いのだ。現場では小学生が痛いです、助けてくださいと叫び声を上げていたそうよ。この年齢の後遺症は一生ものになるから完治を願うのだ。運転手は居眠り運転をしていたと証言しているけど、多分実刑処分でしょうね。乗用車は反対車線に飛び出し、縁石を乗り越えて小学生を引いたそうよ。それで起きないなら居眠りじゃなくて失神運転なのだ。以上、長時間運転は休憩を差し挟もうニュースでした。続いてのニュースです。海、高校生9人以前に老害。去年11月、海町で学校登校中の生徒9人を引いた事故で、運転手の60代がドクターストップに従わず運転をしていることが判明しました。運転手は一昨年にも別の事故を起こしており、車を廃車にし再度購入し運転してました。廃車の大事故を起こしてなお運転、女子高生の顔面骨折は許せないのだ。男女差別するつもりはないけど、突然の容姿の傷は受け入れられないでしょう。以前にも事故を起こして医師の指示にも従わない運転手は実刑になるでしょうね。今更だけど、転換ってどんな症状が出るのだ。脳のが一時的に過剰な反応で興奮、意識を失って痙攣をする症状よ。転換持ちの人でも医師の許可があれば運転は可能よ。どかないし車を買い替える点は悪質極まりないのだ。悪質な人間からは免許剥奪してよい件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですが。